そうだ、ベーカー街を作ろう。イギリスの小説家、サー・アーサー・コナン・ドイルが生み出した推理小説の主人公、その名もシャーロック・ホームズ。舞台はビクトリア朝後期、諮問探偵のシャーロック・ホームズと従軍医師を経たジョン・ H ・ワトソンがベーカー街 221B で共同生活するところから始まります。長編4、短編56からなる60編の物語を読みたければ左から順番に読めばいいでしょう。新潮文庫以外はシャーロック・ホームズの英知に収録された物語が他の本に収録されているので、ヒーローの研究からシャーロック・ホームズの事件簿まで読めばいいでしょう。世界中で読まれる物語ゆえ、映像作品も多く作られています。その中で私の好きなテレビドラマ、1985年から1995年に放送されたグラナダテレビ制作、ジェレミー・ブレット主演、シャーロック・ホームズの冒険です。イギリス・マンチェスターのグラナダスタジオに作られたベーカー街のセットは後に観光客に公開されました。ベーカー街のセットはシーズンごとに変化しますが、私が好きなベーカー街のセットはシーズン1とシーズン2です。 VHS、DVD、ブルーレイを参考にベーカー街の街並みを調べました。ハウスナンバー、店名、用途などを書き出したのが上手です。こちらはベーカー街の建物の外観を書き出しました。窓の数、ドアの位置、何階建てなのかを把握できます。2枚を合体させたのがこちらです。2013年にはマインクラフトでベーカー街を再現しました。今回は7 Days to Die と呼ばれるゾンビゲームで、グラナダスタジオのベーカー街のセットを再現したいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、固定マップネブース寺院でベーカー街が作れるか考察します。プレイヤーが圧倒的に有利な設定でスタートしますが、これは神モードが存在することを知らないからです。とにかくデバッグモードを試したいので、普段遊んでいるデータとは別に新しいゲームをスタートします。それ最適化もしたいんですが、そうですね、ゲームをやるわけではないので、まずクエストだ、これだけはやってしまいます。そうだ、なるほどね、場所わかるわ。 Look what the cat dragF1 キーでデバッグモードだよね。こっからが私が初めてやること。半角で DM と入力してエンターキーで大丈夫です。エスケープキーでデバッグツールを表示、メニューの表示、これがデバッグモード、そして紙モード、これで飛行できるし衝突しない。キーボードの Q キーで紙モード、 P キーで飛行モードを切り替えできます。つまり飛ぶこともできるようになると。スペースキーで上昇、 C キーで下降、ゾンビにあったとしても問題はないと。ただし、C ボタン、間違えたね、 C ボタンで下がる、失礼、なんだこれ、ちょっとわかんないです。でも、あ、透明になるのか、へえ。来るんだね、来ることは来るけど紙モードだから叩く。それで勇気、これ全てが見られると。勇気で何でも所持品に移動できます。 221B 暖炉の考察、全部一マス計算だね。あ、2個にもできる。床があれだから全然なんていうの、雰囲気がなってないけど。 221B の2階を作ってサイズを確認します。完成したな、これで。とりあえずベーカー街は作れると確信。221B の正面、外観を作ってみます。中途半端な感じなんですよ、本当に。でも私らしいっちゃ私らしい。あとここ屋上作って上がれるようにして、煙突とかも作って。勇気を押して開発と入力してエンターキーを押す。
必要なのは永久に塗装できる開発用ハケ。何でも一発で壊せる開発用神のトンカチ。Z キーを押して表示される青枠に気がつく。適当に操作していたら壊れて泣く。Z キーを押して支点、もう一度押して終点。G キーを長押しして選択範囲を動かせることを知る。矢印にカーソルを乗せると黄色くなるので、ドラッグ&ドロップで移動。シフトの G で範囲を広げる。シフトキーと G キーの長押しで選択範囲を変更する。X キーで選択範囲の方向転換。もっと、何をした今、X か。X さ。今のはなかったことにして、ここは一番低いとこ想定して、Z キーで視点。低そうだね。ここまでを潰してみましょう。潰すというよりも。もう一度 Z キーで終点。G。シフト G で高さを、山を全体的に潰したい。OK。これを潰すと考えて、これは広範囲すぎてよくわからない、どうなのか。選択範囲を無効にするにはバックスペースキー。いきます、X。削除したいのですが、なぜか G キーが効かない。あ、固まった。処理が間に合わなくなったわ、私のコンピューターでは。やっちまった。多分配信は無事です。ありがとうございます。欲張っちゃダメですね。確かに。この範囲を、あ、来た。計算が終わったんだ。とりあえず一定の範囲整地できました。ざっくりですね。近づくと危ないので、ベーカー街を作る土地を確保したぞ。てれてててて。でもそうなんですよね。近づくとこう、近づかないと見えない。これが虚しいところですね。しかし地形の残像に不満が残ります。離れたら元に戻っちゃうんですよ。そしてたどり着いたのが編集ツールのプレハブエディターです。最初から紙モードです。エスケープキーでメニューを表示。右上のプレハブタブをクリック。新しいプレハブを作るボタンをクリック。必須アイテムを装備ベルトに移動します。神のトンカチとかね。プレハブエレーターでようやくベーカーストリートの建設を始めます。グラナダテレビ、シャーロックホームズ、ベーカーストリートのセットです。17棟作ります。まずは道を作ります。Z キーで支点、続いて Z キーで終点を決めます。L キーを押して装備ベルトの選択したアイテムで満たします。これが土台になります。アスファルトを使います。G キーで選択範囲を上に移動します。L キーを押して装備ベルトの選択したアイテムで満たします。OK か。デバッグモードでサイズが確定しているので、どんどん作っていきます。コントロールキープラス C キーで選択範囲内をコピー。そして、J キーで選択範囲内を削除。残るんだね、1個。G キーで選択範囲を移動。V。CTR キープラス V キーで選択範囲内に貼り付け。シフトキープラス Z キーでターゲットに青色マスを正確に置けます。コピー&ペーストで作業効率が上がります。そして V。わお。超簡単。だったん、一旦塗ってみるか。まだ効率的な色の塗り方が分かっていません。221B の表面の塗装。うん。このアイコンはなんだ？
やばいことやってしまった。まあ、まあ、手間は省けば、隣接するブロックが全て同じ色に塗られてしまった。腰板を塗り分ける。入ったかな？入ったね。これで全部入った。初めて建物全体をコピー&ペーストする。よし、コピーするぞ。処理が重くて落ちるかもしれません。壁までコピーして、こっちは壁はコピーしない。つまり3、2、1。イユチンさん。なぜここがまず崩れた？どういうこと？確かにどういうこと？なぜ崩れる？ちょっと失敗したので、Jキーで選択範囲を削除する。プレハブエディター1日目はわからないことだらけでした。消去しちゃいましょう。じゃあJキーで選択範囲を削除。もう一回コピーします。おう、来た来た来た。はい来た、はい来た。意味がわからないね。先に床があるとダメなんだ。なるほど、何もないところで。小賀健太郎さん、ありがとうございます。そういうことか。これ3軒、あ、2軒、あと1軒やったら2階でしょ。その後が、窓が2つになるんですね。向かいの建物が4階ですね。ここプレハブエディターならヒート値を上げずに光源を設置できます。ライトをオンにするにはキーボードの E キーを押します。 E キーを長押しすると明るさ、範囲、色、点滅などを設定できます。設定を他のライトにも適用したければコピーボタンを押します。本来は建物の侵入口や進路を示すために照明を設置しますが、私はベーカー街のヒート値を上げずに明るくしたいので、照明として POI を利用します。バンカーライトやシャンデリアもライトをオンにできます。ガストですよ、あの伝説のガストです。単純な建物は選択範囲を J キーで指定した素材で埋め尽くし、コピーとペースト、これを繰り返せば作れちゃいますってかっちゃんさんに教えてもらいました。ここまで削除します。崩れないでお願い。建物を縮小させる場合も範囲を指定して J キーで削除。どれだっけ、さっきの。これか、これだ。なるほど。了解です。私にはコーナーブロックを選び出す能力はありません。想像してたのと違うけど、これだ。この作業は苦手です。 ありがとうございます。シャーロック・ホームズの寝室はシーズンごとに変更されます。本来はシングルですが、ここはダブルに変更します。ベッドは決まってる。寝室にはビクトリア調の洋服タンスがありますが、セブンディーズ・トゥーダイにそれがないため、現代風のロッカーで代替します。ロッカー、本当はフランス株のカルトニエを置きたいのですが、そんなものは存在しないのでガンロッカーで勘弁して。物語空き家の冒険ではフランス南東部に位置する都市グルーノーブルのオスカー・ムニエ氏が制作したホームズの胸像があります。これがホームズの、これをマネキンで代用します。狙撃されてしまうやつですね。そしてホームズの、シャーロック・ホームズの机を窓の真ん中に設置できないのは残念。3マスがあるとちょうどいいけど、まあ大きすぎるんだろうね多分。 OK、 ビューロブックケースを作ります。確かここでも同じ。ビューロブックケースは存在しないので、机の上に本棚を置いて雰囲気を出します。はい、
暖炉を再現したいのですが、うまくできません。いろいろ教えてもらってありがとうございます。221B のマントルピースは白色です。暖炉部分は鋳物ですが、それを再現するのは諦めます。ういっす。よしよしよし。ホームズが弾痕で描いた VR。ビクトリア・レジーナは射撃の的を設置します。ここにゴードン将軍の絵、ワトソンが大事にしているチャールズ・ゴードン将軍の絵、あとこの上になんか時計とか置きたいよね。グラナダ TV、 シャーロック・ホームズ、トゥドゥ・ワン・ビー。シャンデリアは劇中に1回しか出てこないんですよ。シャンデリアが登場する物語はグラナダ屋敷の回だけです。あ、いいですね、この辺で。これもさすがにスイッチオンにできるんだ。素晴らしいね。超明るい。219、本屋さんの屋内を作ります。ユーキーで文字も取り出せるので、店の看板も作れます。ただしサイズ変更ができないため、店名を走るお店もあります。配信街で家具屋と郵便局が合体した建物を作ります。他の棟とは形が違うので手作りで作ります。一風変わった建物ですが、イギリスの古い写真にありました。実在していたんですね。217ファニチュアリピアーズ。家具修理屋さんですが、残念ながら店名は確認できませんでした。劇中では小さい文字で書かれていますが、そこはセブンデイズトゥーダイの仕様なので諦めます。チャールズは仮名です。家具屋と同じ建物の2階にはポストオフィス、郵便局の看板があります。マインクラフトでベーカー街を作った時よりも再現できたと思います。素晴らしい。物語ギリシャ語通訳で子供たちが手紙を投函するポストです。配信外でショーウィンドウの素材を模索していました。この素材が適していると思いましたが、少し離れると見えなくなるのでやり直しました。本屋さんのショーウィンドウをアップグレードします。物語赤髪連盟の最後にワトソンが買い物をする本屋さんです。物語美しき自転車乗りでホームズも予約した品を買いに来ています。私が好きな建物の一つです。満足しています。後に分かりましたが、シフトキープラス Z キーでターゲットに青枠を表示可能ですが、やはりターゲットを壊した方が正確に青枠を表示できます。純平さん、お帰りなさい。完成したらベーカー街でブラッドムーン報道します。今作っている建物は 229C シモンズ床屋さんです。隣の227スケルトン宝石店は2階建てで、床屋さんは3階建てです。作業に慣れてコピー&ペーストを駆使しています。美しき自転車乗り、入院患者、6つのナポレオンなどの物語でこの床屋さんのセットが使われています。隣は231ウィリアム・ヒックス八百屋さんです。果物屋さんかな。こちら側の建物は最後になります。リージェンツパークの柵を作ります。231ウィリアム・ヒックス八百屋さんの屋内を作ります。屋内は劇中で使用されていないので想像で作ります。八百屋さんですが、ゲームでは食料品店として使用します。
ガンダンクさん、ありがとうございます。いよいよ向かいの建物を作ります。3棟同じ作りなのでコピー元となる1棟を丁寧に作ります。一応ここまでできたみたいな感じかな。向かいの建物、ちょっとこれはきつかった。多分スケール間違えてる。窓が2つしかない。でも4階、これが3回続くのでコピペすれば OK と。でまあ本屋さんを作って、配信街でね、本屋さんを作りましたと。もちろん似てるわけではないけどね、しょうがない。本の看板があったのは嬉しい。これとかファニチャーリペイヤ、チャールズはこれ間違ってると思う、多分。ここは家具屋さんみたいなところかな。そこまでできたと。スケルトン、ここのショーウィンドウはまだ決まってません。適当に作ってます。そしてヘアサロン、本当はここジェントルメンのジェント、ヘアなんでだ、なんつったっけな、忘れちゃった。ヘアなんとかなんとかって整えるみたいな感じかな。それのサロン、床屋さんですね。それも作りました。鏡一面に敷きたかったんだけど、これとこれが衝突しちゃうので、まあこんな感じになってしまいました。もう一枚上に作ってもいいかな、鏡。レジはあったと思いますが、こういうレジはなかったと思います、電気式の。でもまあ作っちゃった、しょうがないから。そして最後がヒックス、読めないんだけどね、ウィリアム・ヒックスなんだかわかんないけど、ここは八百屋さんなので、ちょうど外にこういうのが出てたんですよ。劇中でも出てる時があったんですけど、それがちょうどあるということで、ゲームで再現できるということで。中は食べ物屋さん。そして向かいがちょうど、まあ、セットなんですけど、これは現実的にはベーカー街のリージェンスパーク、ちょっと位置が違うんですが、一応向かいがリージェンスパークになってると。だからまあここで区切ってしまって、この辺に木とか生やしてセットの外が見えないようにするみたいな。128をコピー&ペーストして126、124を作ります。2012年に書いたベーカー街の設計図をもとに130フォーリンワイン&スピリッツストア、酒屋さんを作ります。劇中で酒屋に入るシーンはありませんが、この建物内からベーカー街を撮影したシーンが物語ギリシャ語通訳にあります。また物語高名な依頼人でキティ・ウィンターが隠れている場所がこの建物の前になります。ホームズの場所に隠れて便乗します。オープニングの映像でも確認できます。文字数が多いので実際のセットとは看板が異なります。3階建てではなく4階建てでした。隣は132ジョージ・ハンチング&ソンズ紳士アウトドア用品店。完全にコピー&ペーストで訳することを学びました。劇中で屋内のシーンはありませんが、ショーウィンドウにインバネスコートが飾られています。セブンデイズトゥーダイでは洋服屋さん兼ガンショップとして使います。134ジェントワイデル、タバコ屋さんは物語ノーウッドの建築描写でワトソンがタバコを購入しています。セブンデイズトゥーダイではお店として用途を持たせません。横幅の異なる民家を2棟作ります。この頃になるとペンキの塗り方も習得しました。何度やっても塗れない時がありますが、ゲームを終了して再スタートすると塗れます。重いのかもしれない。壁
エスケープキーを押してツール2で1階のラインを表示できます。これが違ってるよね。1階がこれじゃないか。下に移動はこれか。プレハブ全体を上下に移動するのもツール2で可能です。いや今のだね。今のでいいんだ。間違えた。私が間違えてた。これだ。なんだかんだで最後の建物をコピペします。よし。あ、こんな感じでちょっと窓は作んなきゃなんないけど、コピーずらす。ほい。でででででてん。セットと同じように潰れた窓と普通の窓を作ります。 G キーを押しながら WASD キーで上、左、下、右に移動可能です。A ボタンで何これ。 A ボタンでこっち来た。不思議。これでいいのかな。ほい、来た。これ税金で窓潰されたみたいな感じにして 1,2,3,4 ここまでは窓潰されたみたいな。イギリスでは1696年から1851年まで窓税が存在していました。シャーロック・ホームズの時代はすでに廃止されていましたが、その名残をセットで再現していました。つまり建物自体は1851年よりも前に作られていたようです。ちなみに今作っているセットは1890年代を意識しています。大体完成。ちょっと上から俯瞰して記録しましょう。最後のお店116キャサリンローズを完成させます。劇中では何のお店か不明なので今回は薬局にします。店の裏は倉庫の設定。ある程度できた結果、バランスを考慮して道を3マス広げます。道を3マス広げ、歩道を1マス広げます。物語、入院患者で、床屋さんの帰り道、ホームズとワトソンは腕を組み、ベートーベンのバイオリン協奏曲、第三楽章を口ずさみ、歩道を並んで歩きます。2マスだと並んで歩くには狭いので歩道を1マス増やすことになりました。劇中ではガス灯も歩道に設置されていますが、これ以上歩道を広くするとバランスが悪いので道に設置しました。ゲーム内で遊ぶには十分な道幅かと。暖炉があるので煙突を作ります。劇中でも少しだけ見えます。劇中のセットにはありませんが、せっかく作ったので署名します。ベーカーストリート MB サポート、そしてセブンデイズトゥーダイ。ランダムヘルパーはゲームを始めた時にアイテムの有無をランダムに決めてくれます。今回のようにセットを再現したいのであれば確実に本棚に本が詰まっていってほしいわけです。なのでランダムヘルパーから通常の本棚に変更します。ランダムヘルパーは赤いアイコンで表示されています。
こうしてベーカー街が完成しました。ほとんどの店内はセットで作られていないので、ゲームで用意された家具やアイテムを並べました。タバコ屋さん、古本屋さん、床屋さんは劇中で使用されます。217ファニチュアリペアーズ家具屋さんの2階の外壁にオープニングで映るベーカー街の看板を設置します。ベーカーストリート W。 グラナダ TV ベーカーストリート17棟。221B ホームズとワトソンが間借りしている建物。ハドソン夫人からね。自分で作っててなんですが、いやー美しい。劇中のセットをこういう風に見られたらどんなに嬉しいことか。まあ、もっとも実際は表面しか作られてないので、後ろは張りごてですね。骨組みしか作られてないみたいな。屋内セットは屋内セットで、また別の場所にあります。ベーカー街のセットの2階に、221B の屋内セットはありません。プレハブエディターで保存したベーカー街をマップに組み込みます。編集ツールワールドエディターを順にクリックします。今回は大きなマップの点 K にベーカー街を組み込みます。選択してスタートボタンをクリックします。安心してください。これはサバイバルではありません。緑の四角はプレハブです。まずはプレハブを設置したい場所を探します。ベーカー街は大きいので、なるべく平らな場所を探します。プレハブエディターと同じく、設置予定場所を選択。木も邪魔なので、一番高い木に合わせます。J キーで選択範囲を削除します。まあ、この操作はデバッグモードと一緒ですね。やっぱり中止。コントロールキープラス Z キーで元に戻します。Z キーを押して、エスケープキーを押して、プレハブをクリックします。プレハブ名を検索して、プレハブ名をクリック、設置をクリックします。プレハブが読み込まれたので、好きな場所に移動します。
プレハブエディターと同じくジーキー長押しで矢印を表示して移動したい矢印にカーソルを当て黄色くなったらドラッグ&ドロップ。ここから沼にハマったのですが、私の PC スペックが低いからか、この時点でプレハブが変形したり壊れたりします。しかし、決定ボタンを押すと正しく読み込まれます。それを知らない私はプレハブが壊れたと思って、適用や保存をせずに何度もやり直しました。建物が変形した残像に悩んでいました。エスケープキーを押して右上のプレハブタブをクリックします。削除をクリックすれば読み込みをなかったことにできます。ところが、それでも壊れてしまうのです。これが沼にはまった原因ですが、実はこれも残像なのです。プレハブを適用する前に読み込んだだけなので、マップが壊れるわけがないんですけどね。その場所から離れれば消えます。つまり適用や削除ボタンは正常に動いており、ワールドエディターを抜けて入り直せば OK です。なるべく段差をなくすためにプレハブの高さを変更します。今の段階でも壊れてるね。プレハブを適用するにはエスケープキーを押します。右上のプレハブタブをクリック、適用ボタンをクリックします。適用ボタンをクリックすると残像が消え、正しく読み込まれます。ワールドエディターに入ったとき、プレハブまでワープする方法。エスケープキーを押して左の POIA のテレポーターを開くをクリックします。保存したプレハブ名を検索してクリックします。ここではベーカーストリートです。プレハブを適用した後に削除すると、存在したプレハブが消えるので地面がボコボコになります。これは残像ではなく本当にそうなっています。元に戻すにはエスケープキーを押して集団で再読み込みをクリックします。初期状態の一本道に直っています。ちなみに両脇は残像です。ワールドエディターに入り直せば消えますが、これも沼にはまりました。やはり道沿いにベーカー街を読み込みます。まずは木とか凹凸をJキーで削除します。整地ですね。ここにプレハブ、ベーカーストリートを設置します。もっと道沿いに移動します。残像が邪魔ですが。エスケープキー、右上のプレハブタブ、適用ボタンをクリックします。正しくプレハブベーカーストリートが設置できました。しかし、なぜか一部壊れたので、デバッグツールで集団で再読み込みをクリックします。直りましたね。エスケープキーで保存と終了を実行。ワールドエディターで同じワールドにアクセスすると、一本道も元の状態に直っていますね。何をするにも残像に悩まされましたが、理解すると簡単にできます。プレハブを設置したマップでゲームをするには、新規ゲームでゲーム名は自分がわかりやすい名前を、ゲームワールドでプレハブを設置したワールドを指定します。
あとは通常ゲームスタートと同じです。私が手探りで知ったプレハブエレーターの使い方は以上です。アルファの数字が増えるたびにやり方が変わるかもしれません。家具や建具を設置するようにスリーパーゾンビも設置できます。サバイバルモードで作った建物は受け付けませんが、プレハブはアルファが変わっても使える可能性があります。皆さんも好きな映画やドラマで気になる建物を作ってセブンデイズ2台で遊んでみてはいかがでしょうか。私はシャーロック・ホームズ、特にグラナダテレビ制作のドラマが好きだったので、レイカー街のセットを再現しました。最後まで見てくれてありがとうございました。 MB サポートでした。